メシアの生涯第178回2階部屋での説教その1ヨハネの福音書14章1節から14節あなた方は心を騒がしてはなりません神を信じまた私を信じなさい私の父の家には住まいがたくさんありますもしなかったらあなた方に言っておいたでしょう あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょうイエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方は、もし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。 しかし今や、あなた方は父を知っており、また、すでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか 私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が ご自分ののをしておられるのです私が父におり父が私におられると私が言うのを信じなさいさもなければ技によって信じなさい誠に誠にあなた方に告げます私を信じる者は私の行う技を行いまたそれよりもさらに大きな技を行います 私が父のもとに行くからです。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。 ははいいさんおはようございます,ざいます今日のタイトルをご覧ください。「メシアの生涯第回」第178回2階部屋での説教その1。ヨハネ14の1から14ですね。その1とありますから次も続くということですね。さあいつものように文脈の確認から入りたいんですが今日は少し 別の話をして始めたいと思います。今、アメリカの大統領選挙の準備のために、民主党、共和党ともに、えー、候補者選びのプロセスに入っておりますね。えー、共和党の方が、お聞きになったことありますかね。ドナルド・トランプという人が、もう言いたい放題言う人で、最初すごく人気があったんですね。で、だんだん今、 人気に限りが出てきましたね。この方は投資家でありまあ実業家で大変有名な方ですねビジネス的にアメリカの政治を考えようというスタンスで発言をしておられますがもしトランプ氏が日本に来てそして夕食を共にしながら 質問に何でも答える会をしましょうって5名限定ですと募集したとしたら集まりますかね5名聞いてるんですよ集まる5名行きたいっていうあら集まるに決まってますよじゃあ有料で1万円で っって言ったら集まる集まるねじゃあ10万円って言ったら集まる集まる集まるよねじゃあ100万円って言ったら集まる ?100 万円って言っても5人は集まるよ間違いなく集まるよトランプ氏と夕食を共にしながら投資に関する質問を何でも答えてくれるっていうんだからだから100万円の価値があるわけだよね 話は別の方に行きますね。昔ね、30年ぐらい前にアメリカの Jews for Jesus という団体を訪ねて、そこのリーダーのモシェ・ローゼンという方と食事をしながらお話をしたことがあったんです。彼は今天に召されましたけれども非常にクリエイティブな人で、ユダヤ人伝道だけではなくて異邦人伝道にも新しい手法を導入して、 大変実績を上げてあげた方なんですね。その方が日本の伝道のことを心配してくださって、私が日本に行って応援してあげてもいいって言ってくれたんです。特に資金集めの協力をしてやろうって言うんです。で、東京にたくさん1000人とか2000人とか入るホールがあるだろうと。そのホールを借りなさいと。そして講演会で 有名なユダヤ人がやってくるモシェ・ローゼンそしてテーマは「ユダヤ的成功法」というタイトルで1万円で売り出せば満席になるんじゃないかっていうんですね皆さんどう ?1 万円で有名なユダヤ人講師が来てユダヤ的成功法ってホールもあるかな ちょっと心配になって、どんな話するんですか長くはないって言うんです長いからいいってもんじゃない。1分で終わるって言うんです。<laughs> ええって言ったら、1分で何言うんですかって言ったら、ユダヤ人のメシアイエス・キリストを信じなさいって、これで終わりだって言うんですね。わかるこれがユダヤ的成功法だって言うんですよ。僕、お断りしましたけどね、もちろん。 これで1万円じゃ暴動が起こる。<laughs> 今、ドナルド・トランプ100万円、モシェ・ローゼン1万円。さあ、今日私がお話をするテーマは、ユダヤ的平安の秘訣です。いくら払います皆さん。いくら払いますユダヤ的平安の秘訣で、孔子はイエス・キリストだよ。これはね、 英語で言うと priceless。値段がつかないの。つまりタダってことになる。でも中身がないからタダじゃなくてこの世の価値では判断できないほど貴重だから priceless。値段がつかないんですね。で実は私たちはまあ聞いたらちょっとは参考になるなというような話じゃなくて今日は決定的に自分の人生に 平安を与えるユダヤ的秘訣を学ぼうとしています。そういう思いで今日のテキストに向かおうじゃありませんか。よろしいですか、はい、場面は最後の晩餐が終わったところから始まります。場所はまだあの二階座敷です。食事が終わって立ち上がったところで イエスの最後の長い説教が始まります。それはヨハネだけが記している内容です。ヨハネの14章全部は2階座敷で語られた内容です。その後そこを出て城壁伝いに月瀬セマネの園に向かいます。それがヨハネ15章、16章です。おそらくこのヨハネ15 16、章は 月瀬セマネの園に向かう途中で、城壁のそばを歩きながら語られたメッセージでありましょう。その内容は、弟子たちを励ますためのものです。間もなくイエスが弟子たちを離れていく、後に残された弟子たちを励ますために語っておられます。そこには約束があり、また勧告があります。 今日のこの箇所は注目すべきポイントは弟子たちの質問です。弟子たちがどういう内容の質問をしているかによってこの時点での彼らの理解度が明らかになります。質問ありますかと聞いて質問なかなか出てこないんで,すで。多くの場合なぜ質問しないんですかっていうと何を質問していいか分かんないっていうんです。つまりね 質問ができるっていうのはある程度分かってないと質問できない。それから質問するのは怖いのね。どうしてかっていうと内容によってその人の理解度が分かるからです。だからとっても怖いことですね。今日弟子たちの質問を見ると聖書塾の熟生でもこの程度の質問はしません。<laughs> <laughs> 熟成 いや、聖書塾の熟成の方がより高度な質問をすると思います。それぐらいに極めて初歩的な質問ですね。なぜかというと、まだイエス様のお言葉が理解できていないんです。私たちとしては、今日、このユダヤ的平安の秘訣を学んでいく際にとっても重要なのは、人類救済計画の時代区分が歯車を 歯車が音を立てて次に移行しつつある段階だということです。その時代区分のことを専門的にはディスペンセーションというんですね。ディスペンセーションがあるものから次のものに移行しつつある段階でイエス様はこの言葉を語っておられるということ。弟子たちの質問に注目しながらディスペンセーションの移行を 意識しして読みましょううとということです A.T. ロバートソンの調和表を見てください。今日はセクション1492階部屋での別離の説教ですね。これはとても長いだから前半後半に分けて今日お話をします。今日は前半だけです。じゃあアウトライン見てください。前半がご一緒に読んでくださいね。1 父なる神への唯一の道。ヨハネ14-1から14。これがね、前半のテーマなんです。それを4つに分解していますね。はい。丸一天の住まいの約束。1節から4節。丸二トマスの質問。5節から7節。これがね、注目すべきポイントですね。三番目。ピリポの質問。これが8節から11節。四番目。 祈りが聞かれるという約束。これが12節から14節ですね。これが今日の内容です。でも文脈を押さえるために次回取り上げる後半の内容も今ご紹介しておきます。後半を見てください。これは来週の話です。はい。助け主の約束。ヨハネ14の15から31。丸一、もう一人の助け主の約束。15から17節。二番。 戻ってくるという約束。18から21節。3番、ユダの質問。22から26節。このユダはイスカリオテのユダではありません。イスカリオテのユダはもういないからね。だから別のユダですね。4番、平安の約束。27節から31節。これが後半。これは来週ですから。とりあえずこれは忘れて結構ですね。今日は前半だけです。 さあ結論です。今日の着地点2つ考えていますね。2階部屋での説教の意義。はい。メシアの働きの移行。キリストの働きが一つの段階から次の段階に移行しています。2番。立法の時代から恵みの時代への移行。これはディスペンセーションも移行していきます。このことを今日は確認したいと思います。 ではアウトライン1に戻ってください。もう一度リピートしましょう。父なる神への唯一の道。1、天の住まいの約束。2、トマスの質問。3、ピリポの質問。4、祈りが聞かれるという約束。はい、これでイントロダクションが終わりました。ユダヤ的平安の秘訣。これを今からお話をしたいと思います。ご準備はよろしいでしょうか Are you ready? you、yes, <we> はいありがとうございます。日本語で聞いても英語で返事が返ってくる時代になってきました。<Yes. S 1> さあ天の住まいの約束を見てみましょう。一節です。では一節ご一緒に読んでください。はい、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。 あなたとののは誰のことですか弟子たち何人いるんですか ?11 人,11人つまり11人の弟子たちはこの時にどんな状態だったんですか心が騒いでいた心が騒いだ経験はありますか皆さんありますしょっちゅうあるたまにある年に1回ぐらい 1> 1日に5回ぐらい。<laughs> つまりキリストの弟子たちがこの時にもう動転してるわけですね。心が騒ぐまるで嵐の海のようにゆら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 揺れてるような感じですね。なぜですかいろんな理由が考えられますが弟子たちとしては平成では折れない理由があったんですね。例えば、イエス様が あなた方から去っていくって言われたんです。これ大変なことですよ。さらにイエスは自分は死のうとしてるって言われた。えー、さらにイエスは弟子の中の一人が自分を裏切ろうとしてるっ言っていつの間にかユダがいなくなっちゃったんです。なんだこれは。さらにイエスはペテロを指さしてペテロがイエスをはい、何回 ?3 回。 イナムと言われたんです。ペテロが動揺してるわけです。鶏の話も出てきたんです。鳥が三度なく。それから、イエスは、サタンがあなた方を心見ることを許されたって言ったんです。さらに、極めつけは、弟子たち全員が自分を捨てて逃げるんだと予告されたんですから、これは心が、 ががなないいはずがないんです。一体どうなってるんだろうか自分が悪いんだろうか何が問題なんだろうかその混乱状態を見てイエス様はお方になるわけですあの弟子たちはね日本人と違うの何人ユダヤ人日本人だったらグーッと押さえてね押さえて押さえて漬物石を上から置くような形でだから 問題の相談を受けるまでは心が騒いでるかどうか分かんないでしょう、日本人って。ユダヤ人そうじゃないの。この人たちは隠さないんだもん。だからもう顔を見たら分かる。ぐじ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 お互いに何か言い,言い始めてるわけね。その時にイエス様は何て言ったか。あなた方は心を騒がしてはなりません。これは勧告ですよ。勧告ですよ。心を騒がすなって言うんです。ということは、自分の心の 状態を管理しなさいということです。ここで、心が騒ぎやすい人、怒りっぽい人、落ち込みやすい人、ほっといたらすぐに心に雑草が生えてくるような感じの人。この言葉を見てください。信玄4-23。はい。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。 命の泉はこれから湧く。この言葉すごいねそうなんだ内側から喜びがコンコンと湧き上がってくるような状態っていうのは自分が自分の心を見張り正しい方向にそれを導いている時に結果としてそれが湧き上がってくるんだということですつまり自分の心を 見張り見守るっていうことはどういう状態かとと、いう神の御心に沿って心を導いていくっていくうことです。私もカットしやすい性質を持ってますね一番それを実感するのが運転している時ですもう高速道路を運転しててね大抵 東京に着くまでに3回ぐらいはカットしますね。で娘や家内からたしなめられますね。メッセージを語る同じ口でそんな言葉を吐くんですかお父さんなん何回言われますか。<laughs> 怖いもんですよ本当に。でもねあの私だけじゃなくてみんな経験があるんじゃないですか心を。 向かうままにしておいたら雑草が入ってくるよねそしてほんのちっちゃなことが延々と転がっていって雪だるま式にフラストレーションが高まり八つ当たりしそして八つ当たりしなくてもいいような人にまでぶつかっていくっていうようなことあるわけですねそれはね自分の心を見張ってないわけですよねとっても大事です。 その時のポイントは何かというとイエス様が言われたね、はい「神を信じまた私を信じなさい」っていうことなんだよね。ということは自分の心が雑草が生えないような状態に保っておくというのは瞬間瞬間神を信じキリストを信じるということだ。信仰ということが自分の心の見張りの最善の方法なんですね。 イエス様はここで神を信じなさいと言われましたが、神は見ていないんです。見ていないけれども私たちは信じてます。それと同じようにイエスが見えなくなる時が来るんです。その時でも父なる神を信じるように私を信じなさいとおっしゃってるんです。で、これはユダヤ的に言うとイエスの神聖宣言です。イエスは 父なる神と自分を同列に置いてます。いいですか神を信じ、また私を信じなさい。心が騒いでる方、心が騒いだとき、最善の解決方法は何か心を沈める最善の解決方法は、神への信頼です。ですから、スイッチを切り替えて、 神に目をあげて、そして神から与えられているものを感謝するんですさあ、次、二節三節で、神に信頼すべきだという理由が出てきます。あるいは、信頼の内容が出てきます。これを見てみましょう。二節三節。はい、ご一緒に。私の父の家には住まいがたくさんあります。 もしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をも掘らせるためです。はい。父の家っていうのは天のことです。あるいは神の国のことです。父の家、天には 何があるの「住まいがある」1件「一軒二軒」「たくさんある」「天には住まいがたくさんあるんだよ」「この言葉は単なる気休めじゃなくて本当にそうなんだよ」「もし気休めだとしたらそう言っておいたはずだよ私は」「これは気休めだからね」って「でもそうじゃない」「住まいがたくさんある」 あるんだよ。そして場所を備えるために去っていくんだよ。あなた方私が去っていくことを悲しんでるかもしれないけど違うんだよ。場所を備えるために去っていくんだよ。それがどういう場所なのかその住まいがどういうところなのか情報は少ないです聖書には。やがてそれを私たちははっきりと見る時がやってきます。 あがなわれた人、つまりキリストを信じて罪許され神のことされている人は全員天に住まいを持つようになります。で、最終的にはその天というのは天にある新しいエルサレムでの住まいです。永遠の御国での住まいのことをここでイエス様はおっしゃっています。今、自分の家、 自己所有の家がなくて、借家住まいをしてらっしゃる方、アパート、マンション、借家、いらっしゃるでしょ手を挙げなくていいよ別に。<laughs> good news. あなたがオーナーになる家が用意されてるんです。そうするとすっごい平安にならないあ,あ、そうか。あと、30年も待てば、若い人の場合ね。 そうじゃないその場合はそしてイエス様は「場所の用意ができたらまた帰ってくる」とおっしゃってるんですね。これも平安の秘訣だよね。これは再臨の約束ではないこれは閣僚の約束です。 つまり救いに予定されている人たちが全て教会に加えられた時に警挙が起こる。警挙っていうのは信者が全て天に上げられるっていうことです。警挙の目的はイエスと共に私たちをおらせるためです。で、この約束はこの言葉を聞いている人たちだけのものではなくて 教会時代の生徒たち全員に与えられた約束です。つまり、私たちがこの約束の受け手になっているということです。そのことをより詳しく教えている箇所が、パウロが書いた第一テサロニケ4-13から18です。第1テサロニケ4-13から18。キリストにあって死んだ者は復活する。 生きている生徒たちは栄光の体に変えられて天に上げられるこれが敬虚の内容ですねすでに死んでいたら復活し生きている人は栄光の体に変えられて天に上げられる時が来るんだとここですでにイエス様は敬虚の約束を与えていてくださるそして4節でこう言われましたご一緒にはい私の行く道はあなた方も知ってい ていますと言われましたイエスは交渉外の全期間を通してその道を弟子たちに教えてこられたんです今イエスが行こうとしている道は十字架という苦難を通して墓に葬られ復活し天に登り父なる神のもとに行こうとしているんですもう一度言うね 苦難を通して、つまり十字架復活、焦点を通して、父なる神のもとに行こうとしている。だから、私がその道を行くんだから、あなた方も私を信じたら、私を通って、父なる神のもとに行くことができるんだ。ということを、イエスさんはここで語ってらっしゃる。教えてきたでしょこれ復讐だよね。私の行く道はもうあなた方もよく知ってるよ。 そしたら、弟子たちは、イエス様ありがとうございます。3年半教えていただいて、今そのことがよくわかります。本当に感謝します。今はっきりわかりました。と言ったんだったら、聖書熟成みたいな答えだよ。<laughs> ところが、次行くよ。トマスの質問に行きますね。五節でトマスがどう言ってるか。はい、ご一緒に。トマスはイエスに言った。 主よ、どこへいらっしゃるのか、私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。大抵こういう時に言うのは誰よペテロここではトマスが言ってるの。もうペテロはがっかりしてるんだろうね、きっとね。で、これは、トマスが言ってるんだけど、彼は、 人たち全員を代表してて言ってる。なぜわかる私たちってそうそうだから人たちの雰囲気を察して彼が代表で言ってるんだよね。ユダヤ的にはラビが何かを教えた時に生徒はラビに質問をしてその意味を確認するのが習慣なんですね。でおそらくここではトマスはあるいは人たちはイエスが地上のどこかに行こうとしてると思い込んでると思います。 ユダヤ人たちも誤解をしましてイエスが離散のユダヤ人のところに逃げていこうとしてんじゃないかって誤解をしたことがありますね。その誤解が続いてるんですね。そしてこの誤解と当悪はどこまで続くかっていうと十字架の死、復活、昇天、やがて精霊降臨が起こりますが精霊が下る時までこの当悪が続きます。どうしかっていうと精霊によって教えられなければ 理解でできなかかったからですこの段階で彼らは十分な情報を持っているんですがそれぞれの情報が断片的でで分離していてい統合すする力がなかったんです精霊に教えられてそれを統合する力を与えられた時に彼らははっきりと理解し始めるわけです。だからトマスがこの言い方ねどうしてその道が私たちに分かりましょうなんて。 まあ、私が教師の立場だったら教えた結果この言葉が返ってきたら「お前は波紋だ!」って言ったかもしれなね <laughs> <laughs> イエス様は本当に忍耐深いですねただねトマスがこの質問をしてくれたので有名な言葉が残されたんだよトマスに感謝ねはい6節7節。はい イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。あなた方は、もし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし、今や、あなた方は、父を知っており、また、すでに、父を見たのです。イエス様は言われました。私が道であり、真理であり、 命なのです。真理って見たことある真理って見たことあるないあ、真理真理は塊で浮遊して <laughs> 命見たことある命が塊でないよね。でもね、イエス様という方は真理が歩いてたんです。命が歩いてたんです。だからイエス様が 道になったんですいいですかここの構造は真理であり命だから真理であり命である父なる神のもとに行くための道になることができたんです私は何々であるって言い方はイエスの7つの神聖宣言がありますがその今日は第6番目です「I am 何々」イエスは真理と 命が受肉したお方ですそれゆえ真理であり命である父のもとにイエスを通していくことができるんです。今私が道であり真理であり命なのですと言われたこれは肯定的言い方ですが今度は否定的言い方でイエス様は私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありませんと おっししゃいましたつまり救いの道は唯一であるということです。他に救いの道はないということです。救いはイエスというお方の中にあるということです。この点において日本人はつまずくんです多くの人が。唯一だっていうのは傲慢だだから世界に宗教戦争が絶えないんだってまるで戦争の原因がイエスのこの言葉にあるかのように 言いたくなってしまうわけですねでももしそれが間違っているとするならばイエス・キリストの語ったことイエス・キリストの人格イエス・キリストの十字架復活を見たという弟子たちの証言人類の歴史上キリスト教が与えてきた多くの祝福は全部否定されることになります。ありえないです。イエス様のお言葉を受け入れるならば イエス・スキリスト以外の他の他道はすて排除されます例えば立法主義です。パリサイ人たちが教えていた立法主義。あるいは、あるキリスト教会の中にある儀式主義。あるいは、日本人が好む宗教的多元主義。つまり、どの宗教も最後は同じ救いに到達するんだというような考え方は、すべて ノーです。人はキリストを通して恵みにより信仰によって救われるそしてイエス様はご自分と父なる神の神秘的なつながりについてここでお語りになっていますこれは今日のメッセージの中でも重要なポイントです皆さんですから深く心に刻んでくださいねイエスの本質を理解したら 父を見たここととになるっていうことです。イエスは父を掲示されましただからイエスを見たらイエスを知ったら父をも知るようになるんですそしてしかし今やあなた方は父を知っておりまたすでに父を見たのですとイエス様は言われましたが「今や」ということこの言葉ね「今や」という言葉これは「 ちょっと役としては不十分だと思いますね。これは今から、from now on です。from now on その方がいいですね。今からはあなた方は父を知り、また父を見るようになる。明確にそれがあなた方の経験になるよ。なぜそうなるのか。復活です。 復活にによりイエスがが神であるる。ことが明らかになるだからイエスを見た者は父を見たイエスを知った者は父を知ったことになるこれから鮮明になってくるよとイエス様は教えてくださったわけです。ここまで教えられると弟子たちは「イエス様は感謝します」「あなたを通して父のもとに行くんですね」 あななたと父は一つなんですね今あなたを見てますがそれは父を見たことなんですね素晴らしい臆病理解しました感謝しますと普通言うじゃない普通 <laughs> でピリポが何て言ってるか3番目はいピリポはイエスに言った主よ私たちに父を見せてくださいそうすれば満足します何を聞いてるんですかね だって私を見たものは父を見たと言ってるのに父を見せてくださいそうすれば満足しますと言ってるわけですねピリポはきっと超自然的な父なる神の権限を期待したんだと思う父なる神の現れねでそれはきっと社会なグローリーの現れを期待したんだと思いますよ旧約聖書を読んでると 幕屋の中に社会なグローリーが宿った。ソロモンが神殿を封建した時に神殿の中に社会なグローリーが宿った。そういう話を聞いていて、あるいは変貌山でイエス様の見姿が社会なグローリーに満たされた。という言葉を聞いていて、あの変貌の山でその体験したのは誰ですかペテロヤコブ ヨハネ、この3人ねあの3人はいいよね私たちは見てないんですよ父なる神を見たいです見せてくださいとピリポは言ったんですが神を見たいっていうのは人類の普遍的欲求です神がいるなら見せてくれその欲求が間違った方向に進むと何の罪に至るんですか 神を見たいという欲求が間違った方向に進むと偶像礼拝になるんです。見えない神を見える形に置き換えるんです。これが偶像礼拝です。正しい方向は神を見せてくださいという人にはイエスを見なさい。イエスを見、イエスを知った人は父なる神を知ったんだ。これが正解です。私も この話はしたことあると思いますが、弓道時代、本当に神を見たいと思った。まあ、本格的に教会に行き出したのは大学2年の2学期ぐらいからですけど、3ヶ月ぐらいして毎日聖書を読んでるわけですね。もう葛藤してるわけですね。でも信じられないんですね。で夜12時ごろ真っ暗な寮の部屋でね、祈るわけですよ。信じられない。ちょっとでいいですから、光ってください。 本当だよ。1 2, ・2・3はいでたいこの祈りを3ヶ月ぐらいしたんだよ。神がいい。るなら見せてくださいでも見えなかった私の場合はただ不思議に私の祈りはもっと深いレベルで聞かれたんだよね。見なかったけれども心でそれを受け止め信じることができるようになった。 それはどっから来たかと,いうとイエス・キリストへの信頼です。つまり、キリストを理解したら、神を理解したことになるっていうことですね。ピリポは、あれだけ教えながら、はい、なんて言った主よ私たちに父を見せてください。そうすれば、満足しますって言うんです。私だったらね、生徒がこんなこと言ったら、ハモンだってイエス様は忍耐深いね。 本当にもう驚きますよ。9節から11節はい。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに。あなたは私を知らなかったのですか私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか まだ続いている。はい。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が、ご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると、私が言うのを信じなさい。さもなければ、技によって信じなさい。はい。ありがとうございます。イエス様がピリポに言いました。ここの、 言葉を読むときは半分ねため息まじりに読んだ方がいい、ね、ピリポよ」。ね。「ピリポ」はあ。こんなに長い間一緒にいたのにまだ言ってんの私たちに父を見せてください。さっきも言ったじゃないってイエス様は「神の権限は不要だと」とピリポを諭しておられるわけですね。 ピリッポは長期間イエスと一緒にいたんだけどイエスの本質が見えてないんです。もし見えていたらそれは誰を見たことになるの父を見たことになるんだよね。これがポイントなの。私たちが今日学ぶべきポイント、大きなポイントはここなんだよ。つまりイエスと父なる神は神秘的につながり一つなんだよね。それはイエスのご人格です。その部分が私が 父におり、父が私におられるってのはイエス様のご人格のことだよ。さらにイエスの言葉。あなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありませんとでしょ父の言葉だってうだ。それからイエス様の技。イエスが行う技は父が行っている技である。つまりイエスの人格、イエスの言葉、イエスの技は全部イエスと父なる神が 一つであることを示していますこうやってピリポを諭したわけですね。ですから今日のメッセージをお聞きになった方は1週間2週間経ってから「神を見せてください」っていう質問をしないようにね私はその質問が来たら「ピリポよあれだけ語ったのに」ときっと言うと思いますね。そして この後時代がどんどん移り変わっているって話になるんですが、それがね、祈りが聞かれるようになるという約束ですね。旧約時代はね、直接祈ってたんだ、神様に。新約時代は誰を通して祈るのイエス・キリストを通して祈るから、祈りの次元が全く変わってくるわけですね。12節見てみましょう。はい。誠、ま、に誠、ま、にあなた方に告げます。私を信じる者は 私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからですとありますね。ここはイエス様はいなくなった後、人たちが大きな技を行うようになるという約束です。これは聖霊降臨以降の約束です。大きな技ってのは質的な意味ではない。 つまりイエスが行ったよりも奇跡の度合いが高い技を行うということじゃないイエス様が行った奇跡を奇跡度10としますと。人たちが行う奇跡は奇跡度20になるって、そんな話じゃないこれは質的な話ではなくて量的な話です、ね、からペンテコステの日にペテロがメッセージを語る。1回で1日で何人救われた ?3000 人だよ。イエス様の交渉外で3000人救われた。 日日は1日もないよそれどころかイエス様の交渉外でのメッセージはなかなか人々に受け入れられなかったんですそれが3,000人が救われるその日に教会が誕生したんですそして福音がエルサレムからユダヤサマリア地の果てまで伝わり2,000年後にあなたがいるわけですよだから 大いなる技を行うようになるというこの約束は今私たちのうちにも成就しているわけです。これが可能になるのはイエスが天に昇り精霊を送ってくださるから可能になるんですね。次13節14節はい。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。 父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょうという祈りが聞かれるという大いなる約束です。祈りの方法が新しい形に変化したんです。さっき申し上げた旧約時代には祈りは仲介者なしに直接神に向けられたんです。教会時代になると 私たちはイエスを通して父なる神に祈るようになります。イエスは私たちの大祭司です。イエス様はここで私の名によって求めるという言い方をされました。だから私たちは主イエス・キリストの皆によって祈りますというわけですね。20年ほど前でしたけれどもテレビ伝道をやっていた時に最後に祈りを残して番組を終える。 という瞬間がありましたが祈りの時間が3秒ぐらいしかないんです。前でフロアディレクターが時間を刻んでます。あと3秒。で私はある、ね「主の皆によって祈ります」。もちろんるね。「主の皆によって祈ります」。「アメン。では皆さんまた来週お目にかかりましょう。3秒です。というふうに言ったんですが講義のハガキが来ましてね。で、 主の皆によって祈りますじゃダメだろう。主イエス・キリストの皆によって祈りますと言わなきゃダメだ。で私、お電話したんです。すいませんでしたって言って、あの、クリスチャンですかって。いや、クリスチャンじゃないって言うんです <laughs> 面白いね。<laughs> クリスチャンじゃなくても気になるんだよね。ということはね、主イエス・キリストの皆によって祈りますってのは呪文じゃないの。 これ、おまじないじゃないの。いいですかこれは、だから、主の皆によって祈りますっても OK なの。これは何言ってるかというと、神の御心に沿った祈りのことです。キリストの代理人として祈り行動するようになるということです。だから、祈りが聞かれる。そのような祈りが聞かれるんですね。でなければおかしいでしょう。 私の何よって求めることは何でもそれをしましょうっつったら本当ですかこれじゃあ神様あの人大嫌い今度道を歩く時につまずいて膝ぐらいすり抜きますようにキリストの何よって祈りますってこんな祈りありえないでしょ今極端に言ったんだけどねつまり キリストの何よって何かを求めるっていうことは、そういう儀式的な呪文のような祈りのことじゃなくて、私たちがキリストの代理人として、キリストがここにおられたら、こういうふうに祈るはずだという内容で祈っていくということですよ。そのような祈りが聞かれるんです。そういう祈りができるようになるにはどうしたらいいのか。クリスチャンに成り立つの頃は、打率1割ぐらいかもしれない。いつも自分のことばっかり言っててね。 何々ください。何々が足りません。明日こうなりますように。まあ、可愛いよね。子供っぽくていいよね。でも、打率1割。それが打率3割、5割、打率8割ぐらいになると、その人の祈りには力があるというふうに見えてくるわけです。なぜかというと、見心に沿って祈っているから。そういう、 祈りができるようになるにはどうしたらいいのか一番いい方法はハーベスト聖書塾に入塾すす。ることです <laughs> 今ちょっとすみません宣伝してしまいますいやそれは冗談だけれどもどんな方法でもいいんだけどやっぱりね聖書研究だよ聖書のコンテンツを内容をしっかり身につけると祈りの方法が変わってくる。おそらく一番劇的に変わるのはね、 あんまり自分のこことととを祈らななくくてもよくなるていうことです。ほとんどがもう人のための祈りね社会のための祈り教会のための祈りそういうふうになってくるねそれ最後に一つたつ自分のことも祈るかもしれないねこれで前半終わりましたでは今日の着地点に行きましょう2階部屋での説教の意義ですが イエス・キリストって言いますが、キリストってのはギリシャ語ですよ。ヘブル語ではメシアです。メシア。その意味は油注がれたものという意味です。旧約聖書には、神様が召して油注ぎを受けてから仕事を開始する職務が3つありました。1つは預言者です。 二つ目が祭祀です。そして三つ目が王です。その通りです。預言者も祭祀も王も油注ぎを受けて働きを開始するんです。で、預言者、祭祀、王のこの三つを全て統合したものがメシアの働きです。イエスは人となって 地上に来てくださり30歳から約3年半交渉外を過ごされましたが、その働きは預言者としての働きです。神の言葉を人に伝えるという意味で預言者としての働きです。今やキリストは預言者の働きを終えて、次は祭司としての働きを開始しておられます。 だからここで弟子たちに教え、最後祈,り祈ってくださいますけど、これはもう祭司としての働きが始まっているということですね。そしてイエスの祭司としての働きは今も続いています。イエス様は天に昇り、父なる神の右の座に座して今何をしておられるか。疲れたのでとりあえず休憩しておられますって <laughs> いうんじゃないんです。我らのために、 ところが今度は再臨されるでしょうその時には預言者でもない祭司でもない何ですか王として帰ってこられるんですねこのようにこの箇所はイエスの働きが預言者から祭司に移行している段階ですそのことをキャッチしてくださいさらにこれは立法 律法の時代ってのはモーセの律法が生きていた時代ですしかしそれはイエスが十字架上で死なれた時に終わりましたイエス様は十字架上で完了したって言われましたあれは借金は全て払われた支払いは終わった という意味ですだからモーセの立法が要求する内容は全てイエス様は行い立法の要求を満たしてくださったということを表しています。立法の時代が終わると次に来るのが恵みの時代です。恵みの時代は聖霊降臨によって始まりました。教会が誕生した時代。 そして精霊が信じる者の心に内住してくださる時代が恵みの時代です。今はその時代に突入しました。今日学んだ2階部屋での説教前半だけでしたがこれは移行期に語られたメッセージです。キリストの働きが移行しているんです。そして神の救いの計画における時代区分が 移行してるんです時々聖書塾で質問を受けますが立法のの時代が終わったのはいつですかでこれはねあのやっぱり僕らは明確に線を引きたいんですね特に几帳面な人はねだからデジタル的に考えてるわけですねスイッチがついてたらパッと消すその消した瞬間はいつですかという質問です。 だからさっき言ったように厳密に言うとキリストが十字架上で完了したって言った段階で立法の時代は終わってますよ。じゃあ、恵みの時代はいつからスタートですかって厳密に言うと、教会が誕生した日ですこれもスイッチ入れてパッと明るくなったタイミングはいつですかと質問ですね。ただね、そういう風に線引きをすることもできるんだけど、じゃあキリストが 十字時間について死んで精霊が降臨するまでの間に時間があるでしょうこれは何の時代なんですかこれは空白時代ですというわけにはいかないねで実態はね何かというともっとアナログ的ですよで皆さんはフェードインとかフェードアウトとかいう言葉聞いたことありますかこれはね音響の世界とかライティングの世界ではよく言うんですねはいそこでフェードアウトね 音声フェードアウトとかよく言うんですね。音声フェードインというか、フェードアウトってどういうふうになること徐々に徐々に小さくなっていく。じゃあフェードインっていうのは、徐々に徐々に大きくなっていく、明るくなっていく。つまりね、モーセの立法の時代がフェードアウトしている。そして恵みの時代がフェードインしてきて気がついたら、 明るるくなっているというそういう状態ですよね。今まさに私たちが学んでいるこのテキストは時代がフェードアウトし古い時代がフェードアウトし新しい時代がフェードインしつつある大変な時代の転換期に立っているということこれを確認しておきたいと思います。そしてイエス様が 人たちに対して語っている励ましはフェードアウトしていく時代に向けてのメッセージですかフェードインしてくる時代に向けてのメッセージですかフェードイン。これは恵みの時代が来ることを前提に語っておられるものですから恵みの時代に生きる私たちにはそのまま適用されていく内容がここに書かれてあるわけです。これだけで半分ですからね。 あとまだ半分あるんですよ。この続き聞かない人は損ですよ。<laughs> ということは来週も来なきゃいけないということですね。そしてこれが終わるとね、今度、大変なメッセージだね。城壁の外を歩きながらね、私は葡萄の木であなた方はその枝です。もう完全に大祭司のメッセージだよ。最後祈るんだもんね。弟子たちのために。自分のためにも祈るんだからね。 大祭司イエス様に出会う内容がこれから数回続いていきますね。なんと幸いなことでしょうか。これが「priceless」の内容ですね。お祈りしましょう。天の父なる神様イエス様の弟子たちに対する教えは 恵みの時代を前提とした教えであり、私たちにも適用されるものであることを学ぶことができ、本当にありがとうございます。時代が大きく動こうとしています。そのことをしっかりと捉えて、私たちも今、恵みの時代に課されていることを確認し、喜ぶことができますように、導いてください。主イエス・キリストの皆によって、 感謝して祈りますアーメン